さて国道戻ってきましたよ。ここ看板出てるの、細野高原って。痛い、間違えた。さて本日最後の展望台、またね風車の展望台だよね。ここもねろくにね下調べもしてないでね行くんだよね。ちょっと不安。そこはここだね、稲取高原。稲取高原に行くのか。とりあえずここだ。でさらにここら辺左か、まあ道なりか。さあどんなことか楽しみだな。もうね歩くのは勘弁してほしいな、疲れた。さすがにおすっげえ登る。どうかな、かなりね場所が近いもんでね、景色としてはかなり近い絶景じゃないかなって気がするんだけどね。おお寒くなってきた。ちょっと登ると全然違うねやっぱりね。あそこの風車だよね、動いてないけど多分風車入り口ここだね。高原はどこ行っちゃったね。んでここかな、風車入り口、進入禁止なし。よし、あそこだよあそこ、もう目の前だよね。これぐるぐるって上のすぐだね。なるほどね。おっすっげえ登り楽しい。頑張れグロムだよ本当に。これ今これ一足か、一足だね、一足か二足。風車の道全体的に絶景なのかね、どこまで行ったらいいか分かんないもんね。おおとっつぁん、なかなかのことっつですな。おお、なんか両方とも谷になってるじゃないの。おねおねじゃね、おね大好きな。おお、吾妻屋発見、展望台っぽいね。おお、すげえすげえ、全然景色違う、全然違う、いいね。ここかな展望地。違う方向のね展望台だから良かったよ、新鮮。よいしょ、すげえな。ここもトイレあるじゃん。さあ帰りますか。いやアクセスしやすくてよかったな、気持ちいいしね。両方南側も北側もね展望が楽しめるっていいよね。ねこの道もいいし気持ちいい。さあ今何時だ、4時10分。むむむむだよね。4、5、6時、6時に車で7、8、9時、9時前ぐらいにやっと家だよ。参ったな、ねえ怒られちゃうね。とりあえず車まで急がんとな。あ、リス、リスが一緒に走ってた。うお、怖い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 、怖えよ、怖え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 、超怖え超怖え超怖え、つんのめりそう。車まで61キロ、1時間50分かかるって書いてある。本当かよ、そんなかかるか。1時間半もかからんずに行けそうじゃんね。平均40キロで走ったらね、1時間半で着くじゃない。いや今日楽しかったな、ね、走りもねまあまあ楽しみだしね。まあ伊豆スカイラインとか気持ちよく走ったしね。走行距離少ないけどね、いや今ねやっと200、この雲まで戻って250キロぐらいなんでね、ちょっと走り足りない感はあるけど、まあ、まあまあ楽しかったのかな。歩いたしね、いっぱいやっぱ歩いたのが良かったかな、なんだかんだ言って気持ちいい。特にあそこね、細野高原だっけね、あそこねなかなか
気持ちよく歩いたよ、ね、えらい歩かされたけどね。もうはあはあ、またねホームページの方にね、また各絶景ポイントの特典載せんとかね。全然ね今ねやっぱり動画の編集で忙しくてね、全然あの絶景のホームページの方間に合ってないんだけど、またぼちぼち作っていくんで、そちらもねよかったら見てください。帰ってきたよ、ようやくここかな。おお帰ってきた。